この前、松尾くんに質問もらったじゃないですか。はい、はい、はいはい。誰に対しての質問でしたっけ？いや、もう、朝鮮リーさんとダボさんですよ。僕の大好きなお二人。取ってきました。いや、嬉しいね。僕の質問に答えてくれてるお二人が。はい、で、それ今から見れる。はい。最高よ。結構、ありましたよね。俺マジで、うん、結構送ったよ。うん。十何個ぐらい。いや、俺もうほんと。忙しいのに、いつやっいやいや、俺なんか、アンケートと結構時間かかるんだけど、いつも、そのなんか。なんか、あれはね、なんかすっごい出てきて、ほんと多分1時間、お風呂入りながら確かに。なるほどね。そうそうそう。じゃあ、それを答えてくれましたんで。よっしゃ。じゃあ、早速見てみましょう。質問させていただきたいと思います。松尾くんからの質問。松尾くん、それ松尾くんというと、松尾くんというとチョコレートプラネットの松尾さんからいただきました。質問1個目、お互い褒め合ってください。うん、もうすごい肌ツヤがいい、うん、ふざけやすいじゃん。すごい、そんなことじゃないんだろうな。すごい、肌ツヤいいけど、すごい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 、いやいや、それどういう感じ、テロップで片あの片仮名漢字ひらがな、どのすごいで英語、いやもうすにちっちゃいつにごいすっごいすっごいすっごいすごいなるほど。じゃあここがかっこいいと、このそうだよね、なんかこうラップの仕方がすごい、肌ツヤすごいの違うんだろうな、もうふざけてんな。なんか他の楽曲で嫉妬した曲とかありますか？はい、パルは他のっていうのは他の方の楽曲で、まあ、うん、全部自分以外に言われる質問ですね、これは。いっぱいあるね。え、そのリーノとかじゃなくて、この誰でもお互いのとかじゃなくて、はい、そこはめちゃくちゃあるよね。あるね。まあ、もうそれこそダボの曲でもあるし。いやー、もう先生やめてください。いやいや、そのニトロ全体でもあるし、あるね、そうだね、うん、めちゃめちゃあるよね、うん、それまあいっぱいあるから、あの続く気もする、うん、気もするっていうか、そうだね、うん、その自分をモチベーションに変えて言い聞かせて奮い立たせてるような曲をやっぱ書いてるもんね、自分でもね、うん、なるほど、ね、それはまあ若い頃からも変わらず、それで、ね、誰の曲っていうのを聞きたい。ただその、うん、醜い嫉妬ではないから、うん、ね、そうだね、うん、なるほど、俺だってでしょ、そうだね、具体的な、そこは分かるの、すごい、うん、なるほど、いい感じですね、それ。え、終わったいい感じですね、それは。聞いてよ、もうちょっと。 2000X 年に法律でこれから先1曲しか聴いてはいけないという法律ができたと、うん、したらバカみたいな質問小学生その1曲は何にしますか？したらもう法律もうあれだよね、ぶち壊すしかないよね、うん、いや、そういうことじゃない、そういう答えしか出てこない、納得いかないぞと、うん、いや、それは分かるんですけど、それこそそんな法律に従わねえ、従わねえ、いや違うんだ、松尾さん、従わないということで、いや、従って、いやいや、それは分かる、そんなことは分かる、そんなの重々承知で言ってる、従わない従わないでしょ、そんなのですよね、いやいやいや、答えてほしかったな、何聞いてんだよ、松尾君無人島に持ってくる、いや、何聞いてんだじゃないよ、これ何持ってくみたいな、そういう話だよね、そうですね、だけどちょっとなんかちょっと変えましたね、音楽で1曲はちょっとしんどい、そうね、一応でも答えとくと、答えるんだ答えるんかい、答えてくれるんかい、あのボウマーリーの3リトルバード、あーはー、答えますちゃんと、ちゃんとなんかちょうどいい答え持ってくるね、うん、ずっと聴いてられる、うん、でもまあボブ・マーリーとかしか俺今浮かばなかったわ、絶対そうだよね、うんうん、もうワンラブが浮かんじゃって、いやいやいや違う違う違う、これじゃないこれじゃないワンラブもいいよ、いや、いいんだけど聴いてられる、うん、でもこれじゃない、まあ、もっと選びたいと思って、うん、今ちょっとボブ巡り頭の中にしてる、うん、今ポンって出てきませんけど、うん、じゃあボブ・マーリーの、ボブ・マーリーの曲にすると思います、うんね、松尾さんそれかインストかね、
ああ、それもいいね。なるほど。やっていけるっていう。なるほど。形を変えていける。それもいいな。なるほど、ね。その考えはちょっとおしゃれですね。やっぱ DJ とラッパーの考え方だな。そう。じゃあインストですね。インスト。インストにしましょう。うん、ある日家のトイレに入ったらトイレがミュージックタイムマシンという乗り物になってました。もうだからさ。備え付けの説明書を読むと好きな時代の音楽に関する場面に行けると書いてあります、うん、好きな時代の音楽に関する場面に行けると書いてあります、うん、あなたはどこに行きますか、どの場面に行きますか。でこれカッコで、ちなみに松尾くんは17年前の川崎クラブチッタでやったニトロとファイヤーボールのイベントに行って、さっきのね、はい、自分に会って飲みすぎて将来内容を覚えてないからあんまり飲みすぎるなよと自分に注意してあげたいですと。で覚えてないっていうその遠回しのディスみたいな。そうないですね。そういうことじゃないです。もっとあの貴重なね、好きな時代、これ生まれる前とかですか。あれ自分が経験したとこっていうんじゃなくて。そうですね。そういつでもいいんでしょう。はい。うん、そんなのすぐ言える？うん、広いんじゃ間口が。そうね。でもさ、今のスキルを持ったままその昔の時代に行ったら、そういう話、どんだけヒーローになるんだろうねみたいなのもあるね、なんかね。あるね。ちょっとずれたね。ずれたか。でもすげえ。確かにそうっすね。うん。その歴史を知ってて戻ってないものを持ない誰もないみたいなね。そうだよね。そうだよね。だけど年齢はそのままだったらちょっとあれですよね。歌い方とかも内容も、うん、今のこういうビートがない時代にこういうビートを、あ、そこまで行くっていうことですね。なるほどなるほど。自分が開発したぐらいの面でいいのかな。なるほどなるほど。バック・トゥ・ザ・フューチャーのさ、で、ジョニー・ビー・グッドとかさ、あ、そうそうそう、ああそうそう、ああいうのかなっていう感じ。ああいうことでしょ。ああいうこと。パクリ放題みたいな。パクリ放題。じゃあ最後に、これリーさんに質問なんですけど、はいはい、ファイヤーボールの復活はいつですか。これは本当にいろいろ事情もあると思いますが、いろんな事情なんて知らねえよっていうぐらい復活を今か今かと待っております。ぜひ検討をよろしくお願いします。質問というかもうお願いですね、はい、お願いだね。お願い状が届きました。はい、松尾君から。これはもう本当に実は復活してるんですよ。私なんかライブもやってるんだけど、なんか松尾が伝わってないっつって嘘、ま、前よりなんか人気もなくなっちゃったそうそう、どうだろうね。俺なんだよ。すごいやっぱ望む声も多いし。なんだよそれ。多いでしょそれ。多いでしょね。最後にアルバムを出したのは何年前ですか。2019年。ん、あれいつだっけ。2019年は出してない。18年。でも18とかに出てるんだね。まあまあ最近って思っちゃうね。18年とか。最後がプログレスだっけ。ブルーのジャケットとか。そう、プログレス。あれだと思う。あれ18年だよ。17、18だよ。まだ、そうか、そんなのか、うん。もっと経った気がしちゃうわ。うんうん、なんか。いや、いやあのね、ライブ、俺ソロでもソロで やってて。見に行きましたよ。で、ライブとか行って、やっぱライブやった、終わった後とかにもやっぱすごいみんな、言ってくれるし、うん、ファイアーボールの復活まだですかまだですかって、それをライブ直後に言われると俺まだまだだなってすげえ思う。あー、わかるー、そういうのまあお互い、まあそうですよね、ナモさんもそうでそう思っちゃうんだそう、ね、それを言われてるうちは俺復活ねえかな、あ、またこう飛び越えてグループの話しちゃったそうそうそう、されちゃった、うん、わかるよ、やっぱ絶対そうだし、そう思っちゃうのか、悪気ないけどね、それはそうだよと思うしね。わかる。ライブ後に言われるようじゃまだだなっていう。ソロはソロでの良さはあるんですけど、やっぱりその人にとったらそのグループでその音楽に知り合ったっていう多分思い出の、そう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 、うんうん、そういい。まあリーさんはあの一人でもファイアビーっていう、あの、あ、知ってるね、歌詞があるんで、だからもうファイアビーなんですよ。そう、ファイアビーはずっと動いてるんですよ。そう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 、そういうことっていう。綺麗じゃない、うん、うん、そういうこと。まあ何、
それがそのわーっていうキャンプファイヤーが今ちっちゃい火種なのかもしれないけど、ずっとこうね、火種死ななきゃもういつでも火事になる準備は。いやいや、むやむやになっちゃったな。放火しちゃえばいいんだな。いつでもいつでもいつでもできるぞと。うまくなんかうまくこう、そうですね。うまくよね。まあそうね。俺もね、締めづらくなっちゃったんですよね今。でもやっぱ求められてんのは嬉しいし。そうですね。みんな待ってますよ。でも求められなくなったら勝負かけてみようかなっていう気もあるしね、なんかね、それすらも求められなくなった時にみたいな、やっぱね、すっごいおじいちゃんがいっぱい出てきて暗こんな感じでした。なるほどね、やっぱ最後のはやっぱそうなんだね。そう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 、ちょっと、うん、確かにそのここを見てくれてないんだと思っちゃうんだ、うん、そうそうそう。でもそうじゃないんだけどね、やっぱファンとしては、ね、単純に D さんももちろんライブを見に行ったし、うん、かっこよかったね、うん、かっこよかったけど別のかっこいい D さんも知ってるから、うんうん、そっちもまた見たいなでやらないんですかだと思う、うん、みんな、うん、だけど確かにそう捉われてもおかしくないなと思う、うん、また第2弾も松尾さんが僕に質問を送っていただいて、僕が遠隔でまた質問するっていうコーナーなんですか、これ。かな。だけどやっぱいないと。か、俺多分、座っちゃったらダメだから、うん、ちょっと見えないとこで声だけ飛ばすとか、天の声みたいな。はい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 、はい。お二人に質問ですみたいな。なるほどね。なんか、二人は部屋にいるけど、俺は同じ空間にいないみたいな。うん、だったらいけるから。あ、なるほどね。リーさんちゃんと答えてくださいとか。はい、ありがとうございました。はい、またちょっとこれ面白かった。いや面白い、ちょっとこれ面白いから次もどんどん聞いていくから2人待ってるよ。よろしくお願いします。ありがとうございました。じゃあ今日はこれで締めたいと思います。ダボさんと超勢リーさんでした。ありがとうございます。イエス、ありがとうございます。